グロトリアンシュタインベイクはドイツの高級ピアノ製造会社である。欧州外ではグロトリアンと呼ばれるドイツブラウンシュバイクに本社がある。グロトリアンシュタインベイクは高級グランドピアノとアップライトピアノを製造している。同社の起源は1835年に税前のハインリッヒ・シュタインベイクが設立したピアノ工房にある。したがって、 世界で最も古いピアノ製造会社の一つであり、2015年に香港の柏各は書こと業によって買収されるまでは、グロトリアンシュタインベイク家が所有していた。グロトリアンシュタインベイクのグランドピアノの内部機構グロトリアンシュタインベイクの歴史は、ハインリヒ・エンゲルハルト・シュタインベイクによって、最初のシュタインベイクのピアノ工場が建設された1835年に遡る。 1856年、フリードリヒ・グロトリアンがパートナーとなった。1865年、フリードリヒの息子、ビルヘルム・グロトリアンと二人の共同出資者が工場と、シュタインベークブランドの後継として、ピアノを販売する権利を買い取った。グロトリアン家のその後の世代が会社をドイツで最高級のピアノ製造会社にした。グロトリアン・シュタインベークのピアノは一部の巧妙な、 ピアニストによって好まれ、シカゴコロンブスバン国博覧会にて賞賛を得た。クロトリアンシュタインベイクは、オーケストラとコンサートホールを運営し、ドイツの6都市、そして1920年までに、ロンドンに販売店を設立した。1920年代末の最盛期には、クロトリアンシュタインベイクは1000人の従業員を雇用し、年間3000台のピアノを製造した。 1930年代の不景気と1940年代の戦争によって、グロトリアンシュタインベークはひどく衰退し、その後工場を完全に失った。グロトリアン家は工場を再建し、高品質な仕事でその評判を取り戻した。1950年代には、有望な若いピアニストを見つけるために、年一回のピアノ演奏コンクールを創設した。 グロトリアンシュタインベイクは1960年代中頃に米国で事業を拡大しようとした。スタインウェインサンズは、シュタインベイクの名称の使用を差し止める訴えを起こし、その結果が死臭国第二巡回区コース裁判所にて1975年に判決が下された。この訴訟は、グロトリアンシュタインベイクというブランドは、ピアノ購買者がそのブランド名と、 スタインウェイサンズのブランドを一時的に混同する原因となるという購買前の混同を説明する先例となった。裁判所はグロトリアンシュタインベイクに米国でのシュタインベイクという名称でのピアノの販売を差し止める命令を下した。その後、グロトリアンシュタインベイク社は北米でピアノを販売するためにグロトリアンピアノカンパニーと命名した企業を設立した。 1803年1月13日、ゲオルク・フリードリヒ・カール・グロトリアンはドイツシェ製人間で生まれた。フリードリヒは1830年頃に始めたピアノの販売のためにモスクワに今日定めた。その後、サンクトペテルブルクに拠点を置いた小さなピアノ製造会社との共同経営会社に参加し、これらのピアノをモスクワで成功した楽器店で販売していた。 様々な楽器に加えた。ドイツでは、ハイン・リヒ・エンゲルハルト・シュタインベークが1835年に、ハルツ山地の橋の税線にある自宅から、ピアノの製造を始めた。ハルツ山地はピアノに使われる、上質なブナの木と頭皮の産地であった。最初の年に生産したピアノの中に、フリードリヒ・ヒグロトリアンによって設計され、シュタインベークが作った、スクエア・ピアノがあった。 シュタインベークは1839年のステートフェアに3台のピアノを出品した。そのうち2台はスクエアピアノだったが、グランドピアノが広い注目を集めた。1850年、シュタインベークは大家族のほぼ全員と共にニューヨークへ移住した。ピアノ工場は長男のシーカイテオドール・シュタインベークに残され、テオドールは自身の名前で経営を続けた。その頃、ニューヨークでは、 シュタインベーク家は、米国風に姓をスタインウェイと改め、1853年に、ピアノ製造会社、スタインウェイサンズを創業した。ス、スタインウェグナッシュフという商標が付けられた初期のピアノ。父の古い工場の経営権を引き継いでから間もなく、シーカイテオドール・シュタインベークはブラウンシュバイク近くの、ボルフェンビュッテルに移った。ここで、テオドールは商売のために旅行していた。 フリードリ・ヒグロトリアンと出会った。1854年、フリードリ・ヒグロトリアンは、おじからの依存として、ミューラー、マハルンバイン・ファーマシーを受け取り、その経営のために、ドイツへ戻った。クロトリアンは1856年に、シーカイテオドール・シュタインベークのピアノ会社に、共同経営者として加わった。ブラウンシュバイクにある、 グロトリアン・シュタインベイクの本社とピアノ製造工場1857年、C 回転をドール・シュタインベイクとグロトリアンは、ピアノ工場をブラウン・シュバイクへ移し、町の中西部のボールウェイ通り48にある、元市長の屋敷に店を構えた。会社は、当時、約25人の従業員を雇った。フリードリヒ・グロトリアンは1860年12月11日に、死去し、会社の株式は、 息子のビルヘルムに残された。1865年、シーカイテオドール・シュタインウェイクは、兄弟のヘンリーとチャールズの死後にスタインウェイサンズの経営を助けるために、ニューヨークの家族に必要とされた。ビルヘルム・グロトリアンは、シーカイテオドールの工場の株式を買い取るために二人のピアノ職人、エイドルフ・ヘルフェリッシュと HDW ・シュルツと手を組んだ。新たな共同経営会社は、 テオドール・シュタインベークの後継者を意味する商標、シーカイ・ス・スタインウェグ・ナッシュフを使用するための権利の代金を支払った。会社名は、グロトリアン、ヘルフェリシュ、シュルツ、ス・スタインウェグ・ナッシュフとなった。ビルヘルム・グロトリアンは1870年代に2人の息子ビルヘルム・ビリ・グロトリアン・ジュニアとクルト・グロトリアンを育てた。ニューヨークでは、シーカイ・テオドール・シュタインベークは、 シーカイセオドア・スタインウェイに改名し、スタインウェイサンズに15年間トップ及び、チーフテクニシャンとして働いた。セオドアは米国での生活を好きではなく、ブラウンシュバイクの自宅を持ち続けており、随時行ったり来たりしていた。1880年、セオドアは海を越えた渡航を止め、父親の古い会社と対抗して、欧州の顧客のために、ピアノ製造をする新しいスタインウェイサンズの、 ピアノ工場をハンブルクで始めた。事業を立ち上げ後、セオドアは引退して晩年をブラウンシュバイクで過ごした。セオドアは1889年に死去し、彼のピアノコレクションは市の博物館へ寄贈された。ハンブルク工場はグロトリアンシュタインベークと競い合って成功を収めた。どちらの会社も高級ピアノを生産することで知られていた。 1880年代、ビリー・グロトリアンは、米国メリーランド州ボルチモアの WM ・クナーベ・ c o と、フランス・パリのプレーエール・ボルフィシーで、ピアノ製造を学んだ。クルト・グロトリアンもまたその他の国々の、ピアノ製造会社で学んだ。彼らの父、ビル・ヘルム・グロトリアン SR は1893年に、ビリーをシカゴへ連れて行った。シカゴで開催された。 コロンブス万国博覧会でグロトリアンシュタインベーク社のピアノはメダルを授与された。ピアニストのオイゲンダルベール、イグナツ・パデレフスキ、クララ・シューマンはグロトリアンシュタインベークのピアノを好むと表明した。グロトリアンシュタインベークは、ベヒシュタイン、ブリュートナー、ホイリッヒ、リバフハ、リップ、スタインウェイのハンブルク工場と共にドイツのトップピアノ製造会社に数えられた。 1895年、ビルヘルム・グロトリアン SR は二人の息子を共同経営者とした。父は息子たちに、いいピアノを作りなさい。残りはすべて語からついてくるという社訓を残した。ビリ・グロトリアンは、グロトリアン・シュタインベイクがピアノ生産に使うシステムと、スタンダードの改善を系統的に始めた。グロトリアン・シュタインベイクブランドは最高品質のものとしてよく知られた。 会社は30の提出、王室の御用達の称号を得た。所有者のビルヘルム・グロトリアン、ビリ・グロトリアン、クルト・グロトリアンは、オーストリア・ハンガリー帝国提出、王室御用達を授与された。ブラウン・シュバイクにある、グロトリアン・シュタイン・ベイクコンサートホール、ブラウン・シュバイクにおいて、グロトリアン・シュタイン・ベイクは1913年までに500人の従業員を抱えるまで成長し、 毎年約1600台のピアノを生産した。クロトリアン・シュタインベイク・オーケストラは、若い指揮者、ヘルマン・シェルヘンの指揮のもとライプツヒで活動した。クロトリアン専門店が、ライプツヒ、ハノーファー、ケーニヒスベルク、デュッセルドルフ、ベルリンで営業していた。第一次世界大戦中、クルト・グロトリアンは、ドイツ陸軍の軍務に服するため工場を離れた。 クルトはほどなくして負傷し、捕虜となった。ビルヘルム・グロトリアンは1917年に死去した。息子のビリ・グロトリアンが会社を率いたが、労働力とピアノの注文は大幅に減少した。戦後、会社は以前のように回復し、グロトリアン・シュタインベークのブランド名の下で、ロンドン店を立ち上げることによって1920年に売上を伸ばした。従業員は1000人に増えた。 1924年、グロトリアンシュタインベークは、ビブオン音楽作曲家、イワン・ビシネグラ・ツキーのために、特殊なピアノを製造した。このピアノは3段の手剣盤と4分音を離れて、調律された弦を持っていた。1927年まで、グロトリアンシュタインベークは毎年約3000台のピアノを作っていた。この数字は、世界恐慌の間の1930年代に、 著しく落ち込んだ。1931年には500台未満のピアノしか作られず、従業員は200人未満に減った。クルトグロトリアンは1920年代以末に10秒を完来、1928年に2人の息子、エルビンとヘルムートを株主にした。1929年、クルトグロトリアンは古い戦争の合併症により死去した。 ビリ・グロトリアンは1931年に死去した。爆弾による破壊の真っただ中のグロトリアンシュタインベイクピアノ第2次世界大戦中、グロトリアンシュタインベイクの工場は航空機の組み立て部品に転向するよう命令された。工場は1944年のブラウンシュバイク爆撃によって破壊された。街の中心部にあった創業者の屋敷も同様に破壊された。 その後、エルヴィンとヘルムートは工場を再建した。1948年までに生産は再開した。作曲家でピアニストのビルヘルム・ケンプは戦後に制作されたピアノの響きと精緻な出来栄えの賞賛者として録音を続けた。クロトリアンシュタインベイクのアップライトピアノ。補強のための背面の特徴的な放射状筋回が見える。1954年。 クロトリアンシュタインベークは、音楽学校の若いピアニストが出場する、クロトリアン、スタインウェグ・クレビアスピール・ウェトビワーブとして知られる、ピアノ演奏コンクールを始めた。コンクールはデパートヘルティブラウンシュバイク店で開催され、優勝者の決定の基準として、聴衆の拍手が使われた。1968年、クロトリアンシュタインベークは、コンクールの規模を拡大するため、 全独音楽評議会及び、ハノーファー音楽大学との話し合いに入った。ラグナ・シルマーやラルス・フォークトといったピアニストはこのコンクールで優勝したことで、名が知られるようになった。商標に関する2つのピアノ製造会社間の最初の摩擦は1895年に起こった。1895年、スタインウェインサンズは、グロトリアンシュタインベイクがピアノに関して、 シュタインベークという名称の使用を止めるよう提訴した。スタインウェイは裁判に敗れたが、1919年1月、ビリとクルト・グロトリアンは、さらなる訴訟を防ぐことを期待して、家業の商標を守るために生を、グロトリアン・シュタインベークに変更する決断をした。1925年、会社は、グロトリアン・シュタインベーク・カンパニーと呼ばれる、デラウェア州法人として、 米国での販売事業を立ち上げた。続く3年間で、グロトリアンシュタインベークが米国で販売したピアノは、わずか15台であった。1928年に、ピアノの販売を発見すると、スタインウェイサンズは販売代理店と、グロトリアンシュタインベークに抗議したが、1929年に、グロトリアンシュタインベークは47台のピアノを、米国へ送った。 スタインウェイ家の代表者は、グロトリアン・シュタインベーク家とこの問題について、直接話し合うために、ドイツへ赴いた。秘密協定が合意に達すると、両家の代表者は、友好の葉巻を吸い、グロトリアン・シュタインベークはそれ以降、米国での、シュタインベーク及び、グロトリアン・シュタインベークの名称の使用を止めた。1930年、 デラウェア州法人は解散し、続く3年間でグロトリアンシュタインベークから米国への輸出は減少、その後完全に中止した。1950年、グロトリアンシュタインベークは1926年の古い商標出願を放棄した。1961年、クヌートグロトリアンシュタインベークが会社に加わった。1966年、 グロトリアンシュタインベイク社は米国でのピアノ販売のためにブーリッツァーと契約を結び、スタインウェイ社はニューヨーク州で訴訟を起こした。裁判は9年続いた。1975年、合衆国第二巡回区構想裁判所は、グロトリアン、ヘルフェリシュ、シュルツ、ス、スタイン・ウェグナッシュフ対スタインウェイサンズの陳述を聴取した。 原告のグロトリアン・シュタイン・ベイクは彼らのブランド名は長く確立したものであり、ドイツにおいてスタインウェイのブランド名より前から存在すると主張した。被告側のスタインウェイサンズは、米国においてよく知られ強く確かである彼らのブランド名が消費者の混同によって弱められたと反訴した。控訴審はピアノ購買者は2つのピアノブランドがあることで、 購買前の興味において誤って導かれることになり、潜在的なスタインウェイの購買者はスタインウェイよりも優れていないにしても少なくとも良い商品である、グロトリアンシュタインベイクのピアノで満足するかもしれない、として被告側を指示した、下級審の判決を指示した。控訴審は、米国では非常によく知られたブランドではない、グロトリアンシュタインベイクは、 スタインウェイサンズが気づいてきた格好たる評判に基づいて一定の余分な信頼性を不当に得ていると考えた。高級ピアノの購買者が宣伝され白式であると理解され、購買時にどの製造会社がどのピアノを製造しているかに関して混同していなかったとしても、グロトリアンシュタインベイクのブランドに対する最初の関心時に意識下の混同が存在するかもしれない。 と高訴心は考えた。グロトリアンシュタインベーク社は1977年以後、シュタインベークの名称を使った米国でのピアノの販売を禁止された。その結果、1976年にグロトリアンシュタインベークは北米でピアノを販売するための補助的なブランドとして、グロトリアンピアノカンパニー GMBH を作った。 裁判は現在、購買前の混同として知られる概念を定義した、初の裁判例であった。地方裁判所判事ロイド・フランシス・マクマーンは、購買前の混同へと欺いて導かれ、潜在的なスタインウェイの購買者はスタインウェイよりも、優れていないにしても少なくとも良い商品である、グロトリアンシュタインベイクのピアノで満足するかもしれない、と述べた。 公売前の混同に関するロイド・フランシス・マクマーンの考えは高訴審判事ウィリアム・エイチ・ティンバースによって追認された。ティンバースはこういった公売前の混同はスタインウェイに損害を与えると述べた。クロトリアンのウェブサイトの英語版はフランス語版、ドイツ語版、ロシア語版とは異なり、シュタインベイクという性に一切言及していない。これはおそらく訴訟の結果であり。 法的責任を最小化したいという願望のためであろうとも考えられる。ピアノ二重奏のために作られたダブルピアノ1974年、グロトリアンシュタインベイク家はブラウンシュバイク北東部に新たな工場を建設した。ヘルムートとエルビン・グロトリアンシュタインベイクは引退し、ヘルムートの息子クヌートがトップとなった。この工場が 現在のグロトリアンシュタインベークの生産拠点である。1999年、クヌート・グロトリアンシュタインベークは社の指揮から退き、日常的な管理をブルクハルト・シュタインの手に委ねた。2012年時点で、グロトリアンシュタインベーク社は、エルビン・グロトリアンの娘とクヌートの息子で、株主の六代目、ヨブスト・グロトリアンによって所有されている。毎年、 グロトリアンシュタインベイク社は六種類のサイズのアップライトピアノ約五百台と五種類のサイズのグランドピアノ約百台を生産している。毎年二十台ほどのコンサートグランドピアノが作られており、その製造にはそれぞれ八ヶ月を要する。二千十年、特別な百七十五周年モデルとして、コンスエクスクリジーフと呼ばれる百十八センチメートルのサイズのアップライトピアノを発表し、 50代が生産された。2015年4月1日、柏角ことこうが、グロトリアン・シュタインベークの株式の大半を取得した。2017年、第2ブランドフリードリヒグロトリアンが作られた。このブランドのリム、中鉄フレーム、響き板は中国で作られ、最終的な組み立て、アクション組み込み、仕上げがドイツで行われる。アクションは大部分が、 レンナー社製が使われている。2018年以降、製造が完全に中国で行われる第三ブランドとして、ミルヘルムグロトリアンとミルヘルムグロトリアンスタジオが存在する。全者は高さが46インチから52インチの間のアップライトピアノ4モデルと、長さが5フィートから6フィート11インチの間のグランドピアノ3モデルである。 ウィルヘルム・グロトリアン・スタジオブランドは、アップライトの高さが45インチ、2インチから48インチと、グランドピアノの高さが5ヒート、または5ヒート5インチである。以下の人物が、グロトリアン・シュタインベークピアノを称賛している。ありがとうございます。